お待たせいたしました。それではただいまよりアネスト岩田株式会社の2024年3月期決算説明会を開催いたします。皆様方におかれましてはお忙しい中ご出席いただき誠にありがとうございます。はじめに会社側の出席者をご紹介いたします。代表取締役社長執行役員深瀬真一様でございます。取締役専務執行役員コーティング事業部長大沢健一様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の説明会のスケジュールですが、会社側から決算概要等についてご説明をいただき、その後皆様からのご質問を頂戴したいと存じます。なお、今後の IR 活動の参考とさせていただきますので、会場参加の方はお手元にお配りしておりますアンケート用紙へのご記入ご協力をお願いいたします。ウェブ参加の方は説明会終了後ご退出の際アンケート画面が表示されますのでご協力をお願いいたします。それでは深瀬社長、よろしくお願いいたします。聞こえますか、これで。大丈夫ですか。はい。それではアネスト岩田株式会社2024年の3月期の決算についてご報告をさせていただきます。まず今日のですね、資料のポイントを載せてございます。まずはですね、2024年3月期の実績ということで載せてございます。引き続きですね、海外売上がだいぶ牽引したということでございまして、連結売上高、それから各段階における連結利益、これも過去最高ということで更新させていただきました。で、ただですね、ほぼですね、多くのエリアで伸長はしたんですけども、中国がですね、ちょっとやっぱり足を引っ張ったという状況がありました。で、それから2025年3月ですね、この計画、今年度の計画となりますけども、引き続き海外収益の拡大によりまして増収増益というのを目指したいというふうに考えてございます。ただですね、ご承知の通り、特に海外における人件費の高騰ですとか、成長のための投資というのは引き続き続けていきますので、販管費ですね、この辺がだいぶ上がってくるだろうという予測はしております。ただ、売上高の増加によってこれをカバーしていきたいというふうに考えてございます。それとですね、今年度につきましては、為替の差益というのを今は見込んでございません。従いまして、現時点ですけども、経常に関しては減益ということで今は計画をしてございます。で、それから最後になりますけども、現中期、2022年から始まった中期が最終年度となります。従いまして、ここのですね、最終の目標の設定と現状の進んでいる状況ですね、これについてもご案内をさせていただきたいと思います。それから来年度から新中期ということになりますので、ここの中期の策定も現在始めてございます。で、ここについてもですね、一部ご案内をしていきたいなというふうに思います。それでは2024年3月期、去年のですね、実績ということでご案内をさせていただきたいというふうに思います。まず売上高でございます。534億2500万という前者の数字でございます。で、私どもご承知の通りですね、コーティング事業、それからエアエナジー事業、2つの事業がございます。コーティング事業は液体を主体に預かっている事業、それからエアエナジーというのは気体ですね、こちらを扱う事業になります。で、こちらの2つでございますけども、まずエアエナジーにつきましては、売上高の大体 62%、 こちらがエアエナジーで占めてございます。残りの38%がコーティング事業という結果でございます。営業利益でございますが、61億7600万ということで、こちらにつきましてはエアエナジーが 54%、 それからコーティング事業が 46% ということで、
コーティング事業の方がですね、営業利益率としては高いということから、この比率はコーティングの方が少し上がっているという状況が見て取れるというふうに思います。まず AI エナジー事業でございます。売上高につきましては昨対で 13.4%、 営業利益が 2.7% 増加ということでございます。圧縮金につきましては中国の子会社でございます SCR、 こちらが伸びたという状況でございますけれども、こちらは中国といってもですね、中国から海外に輸出したという状況で、中国国内に販売したと、これが伸びたということではございません。それからですね、真空がですね、全体的に非常に伸びたというところでございます。後ろの方に数字出てますけども、もう少しでですね、30億いったというところでございます。それからコーティング事業でございますけども、売上高につきましては昨年対比で 5.1%、 営業利益では 9.7% の増加ということでございます。塗装機については中国国内ちょっと調子悪かったんですけども、ヨーロッパですね、こちらの自動車補修向けのスプレーガン、こちらが非常に好評だったということとですね、アメリカの一般工業市場、特に木工塗装ですね、こちらにおける塗装機というのが今回伸びたということで数字が伸びてございます。次に決算のハイライトでございます。先ほどお話した通り、売上高が534億、それから営業利益が61億7,600ということで、それぞれ 10.1%、それから 5.8% の伸びという状況でございます。特に売上高につきましては、ヨーロッパとそれからインドですね、こちらが伸びたという状況でございます。で、売上高につきましては、それぞれのエリアが伸びたというのに加えて、当然為替の関係がございます。で、こちら書いてございますけども、為替の影響は16億7900万という状況でございまして、これを差し引いても成長しているということはご理解をいただければというふうに思います。ただですね、先ほどお話した通り、人件費がかなり高騰しているということと、成長投資は止めてございません。したがいまして、販管費が増加したということで、売上高の伸びに比べれば営業利益の伸びはちょっと少なかったということはご理解いただけるかと思います。それプラスですね、昨年の11月に修正報告、業績の予想を変更してございます。で、これにつきましては、売上高、営業利益、経常純利益ともですね、お約束した数字を上回ったというのが結果でございます。で、この11月にですね、お話をした内容と実績の差異ということで、6ページに書いてございます。売上高につきましては、為替の関係が予想以上に、影響したということが一つございます。それから国内外ともにですね、値上げについてはかなり推進をしてまいりました。特にですね、スプレーガンはですね、トップランナーですから、私どもの方で価格コントロールができるということも強みでございます。圧縮機、それから塗装機におきましても、値上げをしたというのが、売上高の伸長、それから原価率の改善というのにもつながっているというふうに思っております。それから事業別でいきますと、エアエナジーにつきましては、特記事項としてはですね、南米ブラジルですね、こちらの車両搭載向け、車載という言い方をしてますけれども、電車ですとかバス、こういったものに乗せるコンプレッサー、オイルフリーのコンプレッサーの販路改革と増加というのがかなり影響したということでございます。それからマイナスですけども、コーティングのですね、塗装設備、こちらが若干ちょっと足踏みしたと。特にですね、中国の設備投資欲というのが減退したのだろうというふうに考えてございます。それから営業利益のですね、マイナスの要因は、先ほど来お話ししている通りですね、人件費がかなり上がっていると、特に海外ですね、それと広告宣伝費、旅費、交通費、こういったものが増加したという状況でございます。それと経常、それから純利益の段に行った時にはですね、アメリカの関係子会社がございます。パワーレックス岩田というのがございますけれども、こちらがやはり継続的に好調でございます。アメリカが好調ということで、
持ち分法の利益が増加したというのが1点、それから連結子会社の業績が伸びたということで、非支配株、株主に帰属する分が増えたということでございます。でここではですね、マイナスというふうに書いてございますけれども、これは我々の戦略でございます。海外においてはパートナーにきちっと動いていただいて、伸長させるということですから、当然のことながらこちらが増えればですね、非支配分が増えていくということでございます。ただこれについては課題だという認識はしてございますので、今後これをどうするかということを考えていきたいというふうに思います。で対象となるのはここで SCR ですとかインドのエイムという会社がございます。でこちらが伸びてますんで、ここが減っているとマイナスという表現をしているということでございます。次に7ページでございます。でこちらがですね、営業利益の増減の要因分析という形でございます。で営業利益の増加のもうメインはですね、売上高が増加したということで、売上総利益が増加したというのが、上昇のポイントでございます。その他引き下げたものというのはですね、人件費の関係含めてであるんですけども、特に今回ですね、通常と違うのがですね、日本の税法改正の関係がございました。でこれはご承知の通り、インボイス制度ですとか伝承法の関係がございまして、ここではシステムを導入して対応しようということをしましたので、支払い手数料ですね、こちらが増加したということでございます。その他はですね、やはり新規事業開拓ですとか M&A にお金を使わせていただいたという状況でございます。次に8ページ後になりますけれども、セグメント別の製品売上別、製品別売上高ということで、まずエアエナジー事業になります。でちょっとですね、ここのグラフの見方なんですけども、左上に書いてございます、日本からその他合計というふうになってますけども、これアネストヨタ全体をエリア別に分けている数字でございます。でエアエナジー事業がその中でどうだったかっていうのが、ちょっと右の方に行ったとこの丸ですとか二重丸書いてあるとか、これがエアエナジー事業の進捗状況と、伸びているかどうかということでございます。丸ですとか二重丸というのは伸びているというふうに見ていただければ結構だと思います。でこれを見るとですね、エアエナジー事業の中の圧縮機、それから真空機器といった製品ですね、これはいずれのエリアでも丸二重丸で伸びていると、ですから 3% から 10% もしくは 10% 以上伸びているというのがエアエナジー事業の進捗というかですね、伸びている状況だというふうに見ていただければというふうに思います。で、この中で見ていただきますと、全社的にもですね、欧州、米州、それから中国で、中国は先ほどお話した通り中国からの輸出というふうに見ていただければいいと思うんですけども、この3つが伸びているというふうに見えると思います。でその他ですね、ここのエアエナジーに関しては日本の半導体関連ですね、ここのちょっと半導体関連は調整局面というかですね、在庫調整が入るのかなというふうに考えておったんですけども、思いのほか伸びたというのが今回の特徴でございます。従いまして日本では真空ポンプが増加したというところでございます。でここでちょっと上書いてありますけども、29億8300万ですか、もうちょっとで30億だったというところでございます。で欧州、米州、中国伸びているところでございますけども、欧州については OEM 先がですね、かなり堅調だったということで、そこに提供するコンプレッサーの本体の部分ですね、こちらが伸長したということ、それから米州におきましては北南米ともですね、車両搭載向け電車ですとかバス、これに搭載するコンプレッサー、それから医療に使うコンプレッサー、こういったものが伸長したという状況でございます。それから中国においてはですね、リチウムイオン電池用のリチウムイオン電池を製造するコンプレッサー、それから真空というのが伸びたということでございます。ただこのリチウムイオン電池についてはですね、ずっとこれからも伸びていくということじゃなくて、在庫も含めてですね、一旦一服するんじゃないかなという予想を私どもの方でしているという状況でございます。ただ去年においては、ここが伸長したというご理解をいただければと思います。それからその他というふうに書いてございます。伸びてる伸びてるっていうインドがですね、その他でまだくくってある状況でございます。ここにインドが入ってます。
でやはりインドがここでは、まあ、汎用圧縮機、それから車両搭載も含めてですね、伸びたという状況でございます。次にコーティング事業9ページになります。で表の見方は一緒です。左上にあるのはアネストヨタ全体の中です。それから少し右の方に移っていただいて、コーティング事業と丸×三角で書いてあるのが、まあ、この進捗の状況と。でここ見ていただきますと、塗装機器に関しては、まあ、三角より上だという状況ですから、まあ、成長しているというのがどのエリアでも見ていただけると思います。ただ塗装の設備ですね、こちらについては日本が×、それから中国が×という状況で、トータルとして×というのが塗装設備の状況でございます。ここが、まあ、残念ながら足を引っ張ったという状況でございますが、現時点ではですね、塗装設備というのは原価率がちょっと高いんですね。ですから塗装設備が調子悪いとですね、全社の原価率が良くなると、ちょっと皮肉っぽいんですけども、そういう状況でございます。ですからここの塗装設備のですね、原価率の改善というのは、これから売り上げを伸ばす上でも非常に重要になってくるということが言えるというふうに思います。でここで下見ていただきますと、好調なのはですね、やはり欧州、それから米州ですね、こちらが好調です。ヨーロッパについては、自動車補修用の新型のスプレーガンがですね、非常に好調、まあ、好評いただいて売り上げも増加したという状況でございます。で前にちょっとお話ししたかもしれませんけれども、塗装とか塗料とかですね、最初にヨーロッパからスタートして、そこの好調なものが今度米州に移ります。アメリカに移って、それが今度アジア圏に移ってくるというのがあります。ですからヨーロッパを取らないとですね、その後がないんですね。で今回ヨーロッパ完全に取れましたので、アメリカでこれからこれは伸びていくだろう、それから今度はアジアに向けて良くなってくるだろうと、非常にいいパターンになれるんじゃないかなというふうに思っております。で米州についてはですね、今後その自動補修、新しいものが入ってきますけれども、その他ですね、ちょっと面白かったというかですね、今までなかったのが工業塗装ですね。先ほどお話した木工塗装みたいな工業塗装用の塗装機が新調したというのが非常にいい話題ですね。木工用の自動塗装機用っていうんですかね、こういったものが伸びたという状況です。で残念ながらちょっと調子が悪かったのはやはり中国ですね。これについては塗装機器、それから塗装設備ともですね、ちょっと回復が感じられなかったという状況でございます。でまあ、こういう状況ですので、中国については一旦ですね、塗装機器設備については注力をちょっと控えてですね、ここの人員をまだまだ伸びそうなですね、インド、それから東南アジアに人員をシフトして、そこで活動するという形を現在取ってございます。次が10ページ、キャッシュフローになります。業績拡大によりまして、営業のキャッシュフローは、まあ、収入としては増加したという状況です。それから自己株式の取得も現在続けておりますので、財務キャッシュフローは支出が増加しているという状況でございます。それから現金及び現金同等物は146億まで膨らんだという状況でございます。でこれはですね、いつもご指摘をいただいております、何に使うんだということを言われてますけれども、これからどういうふうに活用していくのかというのが大きな課題だという認識をしております。次にバランスシートでございます。でバランスシートもですね、業績の拡大ですとか円安の進行で資産が増加してございます。2023年の3月期末で601億という状況だったんですけども、661億という状況で、まあ、60億ぐらいですね、資産としては増加しているという状況でございます。で特にですね、その他の包括利益の部分で為替換算調整勘定ですか、こちらがまあ非常に伸びたというかですね、多くなってしまったという状況でございます。その他は特に特質はございません。それから12ページの設備投資計画、研究開発費でございます。でこちらについてはですね、やはり伸びてるとこエリア向けの生産増強していこうというのは当然のことでございます。で圧縮機については、まあマザー工場である日本ですね、福島工場、こちらを伸ばすということと、インド工場ですね、こちらの増強を図ってございます。それから塗装機については欧州で作っている、まあ、スプレーガン好調ということですから、イタリアの工場の増強を図っているという状況でございます。
で、例えばインドですけども、今現在ですね、インドは工場2つございます。で、その1つの工場の建屋の面積をですね、大体倍ぐらいに今増強しようというふうに考えてございます。で、これがですね、大体9月頃に、箱だけできない。建物だけは9月頃にできますんで、今年度中にですね、そこの増強設備で稼働が始まると非常にありがたいなと、嬉しいなという状況でございます。で、ここでは増強がされればですね、SCR 中国の中型コンプレッサーの技術をそこに入れてですね、中型を伸ばしていくとか、それから汎用機器、汎用のコンプレッサーを増強させるとか、そういったことをしていきたいというふうに考えてございます。それからここではですね、設備投資額の進捗が124と、ちょっとかなり大きくなってございます。これは今年度の計画を前倒ししたりですね、もう先にやっていこうということから前倒しで計画しているという状況でございます。続きまして、2025年今年度3月期の計画というところでございます。14ページからになります。2025年3月期の見通しというか、目標でございますけども、目標値としては売上高580億円でございます。で、前年対比で45億伸ばそうという状況でございます。8.6%で、エアエナジー事業については7%、コーティングについては11.2%伸ばそうという状況でございます。で、冒頭お話した通りですね、前期はですね、エアエナジーの方が伸ばしました。で、今回はですね、コーティングはもう頑張るということで、10%以上伸ばすということでございますので、利益を考えたときにもですね、塗装機が伸びるというのは、利益側にかなりシフトしてきますので、これは非常に期待したいというふうに思ってございます。営業利益につきましては68億を目標値にしてございます。で、経常利益については、先ほどお話した通りですね、為替の差益をここで見込んでございませんので、ここでは減益ということで計画してございます。ただ、純利益については絶対落とさないということで、少しでも増益をしておこうという状況でございます。で、この3月期の見通しの前提でございますけども、いくつかございます。やはりエネルギーですとか資源価格、これはもうまだまだ上がるだろうというふうに見てございまして、原価率はこちらについては上昇する方向になるだろうというふうに思ってございます。それから為替の水準は現状の円安基調、これはこのままいくだろうというふうに思ってございます。で、もう一つはですね、中国はなんとかですね、回復基調に戻ってほしいと、これは希望も含めてですけども、そういった条件で書いてございます。で、売上高につきましては、今まで通りですね、国内が悪いってわけじゃないですけども、やはり成長の角度としては、海外で伸ばしていこうという方針には変わりございません。特に中国 SCR 社を確認した輸出ですとか、インドでの生産の増強ですね、こういったことを考えたい。それからコーティングにつきましては、先ほどお話した通りですね、これから米州のスプレーガンをもう一段伸ばしていくという形になっていくということと、工業塗装の開拓ということが鍵になります。それからあとはですね、営業利益の部分で、研究開発投資の関係ですけども、今年度ですね、なんとか着手というかですね、稼働させたいのが、ここに書いてございます、開発環境の整備というのがございます。これはこの中期の一つ目玉にしてまして、我々産業機械メーカーですから、この継続性を担保するのはもう製品開発しかないだろうというふうに考えてございます。で、このためのですね、試作をする設備、それから試作したものを検査する設備、こういったものを増強していきたいということで、横浜本社の中でですね、今こういった試作棟というのを今作っている最中でございます。ですから、これも秋頃に少し稼働が始まってくれればいいかなと、なんとか今年度中にはですね、少し稼働できるようにしたいというのがここでございます。それから次がですね、16ページになりますけども、株主の還元策でございます。2025年3月期の年間配当は1株当たり50円を予想してございます。
配当方針ですけれども、配当成功としては 40% を目安にしてやっていきたいというふうに考えてございます。でここのグラフがですね、24円、30円、38円、49円ということで、かなりこう角度良かったのがですね、急に50でこうちょっとさちっちゃったんですけども、今こういう形で考えているということでございます。で自社株買いについてはご承知の通りですね、今中期15億円を上限としてやってございます。2024年4月、今年の4月、あ、1月から取得を始めまして、今 60% ぐらいを超えたとこでいいんだよね。あ、70まで、あ、70だそうです。70までいったというところでございます。はい。それから3番目ですね、中期経営計画、現中期経営計画の進捗状況ということでご説明をさせていただきます。でこの中期はですね、22年、23年、24ということで、今年度が最後の中期、最終年度という形でございます。で中期の当初ですね、設定したコンセプトというのが、500&Beyond ということでございます。で当初はですね、なんとか500億円いこうと、売上高ですね、いこうと。それから次に700億、それから1000億いくための Beyond で準備しようというのが、今中期のコンセプトでございます。でこの500億についてはですね、先ほどお話した通り、まあ、1年前倒しで500億を超えることができたということでございます。ですからここでのですね、目標値の設定変更とですね、それからビヨンドが今どういう状況にあるかということを説明させていただきたいというふうに思います。で当初のですね、この長期ビジョンの中に加えたのが、一つは資本政策と株主還元、一番下のところに書いてございますけれども、ここを加えてございます。我々が一生懸命頑張ってですね、数字として皆様にお示しできるのは EPS だろうというふうにしてですね、とにかく EPS をきちっと目標設定してこれを上げていこうというのが加えたことでございます。でこれは前中期の最終年度プラス 40%、まあ、140% まで EPS を上げようということをここでは設定いたしました。それから配当成功もですね、この前は 35% を目安ということでやってまいりましたけれども、40ということに挙げさせていただいております。それから20ページになります。業績の進捗と目標と、目標変更というふうに書いてございますけれども、まあ、当初ですね、去年の5月ですね、まず目標設定を変えて555億に変えました。555億の営業利益65億に設定したんですけども、今回のですね、決算を踏まえてもう一段上げたということで580億に上げてございます。580億の68億の営業利益ということで設定をさせていただきました。ただですね、販管費ですね、当初はですね 30% 未満にしようというふうに考えていたんですけども、先ほど来お話している通りですね、人件費がかなり増加しているということと、成長のための設備投資は止めるのはやめようということから、ここについてはですね、ちょっと難しいかなというのが今の、まあ、今の時点での感じというふうに取っていただければと思います。ただ人件費が増加したことによって成長のための設備投資を止めるということはしたくないというふうに考えてございますので、当然バランスはあるんですけども、なるべく成長の投資は止めないようにしていきたいというふうに考えてございます。次に戦略ごとのですね、進捗状況でございます。エアエナジーについては、当初現状まではですね、インドですとかヨーロッパに向けてSCR とのコラボレーション商品、いわゆる中型のコンプレッサーを展開していこうということでやってまいりました。それから対象市場は車両搭載、それから医療向けということでやってまいりまして、次ですね、次の今後の取り組みとしては、まだまだ欧州、それから ASEAN に対しては不足しているということから、こちらに力を入れていきたいということと、さらにですね、インドの子会社と中国の SCR、 こちらのコラボでですね、中型コンプレッサーを広げていくというのがメインの考え方になります。それからコーティング需要につきましては、従来からですね、ヨーロッパ、それからアメリカの主要塗料メーカーさんとですね、かなりコラボをしてスプレーガンを作ってまいりましたけれども、
これが功を奏してヨーロッパではかなり好調、好評を得て売上高も好調だったと。で、これを展開していきたいというのは当然でございます。それからもう一段ランクの下がった中級レンジのスプレーガンですね。こちらも攪拌を始めてございます。で、これからはですね、海外での環境装置販売の拡大というふうに書いてございます。環境装置というのはですね、塗装した時のシンナーですとか、それから塗料のミスト、これを回収する装置を環境装置という言い方をしています。で、これは実はほとんど国内でしか売ってないですね。日本の国内でしか売ってないんですけども、当然海外でもこの環境装置需要というのがあるわけですから、これを今後やっていこうということを考えてございます。それからまだまだ伸びのあるインド、それから南アジアですね。こちらのリサーチを含めて拡散していこうということでございます。それから下の方にですね、営業サービスというふうに書いてございます。特にですね、日本におけるこのサービスというのはですね、もう一段品質を上げていこうということでやってございます。で、今日本の国内サービス拠点を6から10拠点に今増加させました。で、足利を主としたサービス力を増加させているという状況でございます。それからサブスクですとか、レンタル、リユース、それから新しい商材もここのサービスでやっていこうということでございます。こちらもですね、日本ではこういったサービスを含めた品質を上げていくという活動をしていきたいということでございます。それから投資の関係ですけども、特に M&A、先ほどですね、現金もだいぶ増えてきたということもございますけども、実は M&A ですとか出資についてはかなり我々の中では力を入れている部分でございます。ただなかなかですね、相手もあることですから、こちらがラブコールを送ってもなかなか振り向いてくれないというのもたくさんございます。ただ今年度はですね、何らか皆さんにご報告、ご案内できるようなことをしていきたいなというふうに考えてございます。で、その他IT 投資についてはですね、だいぶやってまいりました。で、これからはですね、これをどう活用するかというフェーズになるかと思います。今までデータの蓄積を含めてやってまいりましたけれども、これを今後どういうふうに活用するかというフェーズに入ってくるというふうに考えてございます。それから設備投資につきましては、先ほどお話したとおり、とにかく開発環境、インフラをどう整えるかというのが今後のですね、継続成長の鍵だというふうに考えてございます。で、ここは今書いてあるから大丈夫ですね。で、特に収益性向上についてはですね、先ほどお話した通り、最終的な純利益に効いてくるようなですね、グループ会社と出資比率ですね、この辺についてはよく考えていきたいということと、700億の売上、1000億の売上になった時のバランスシートはどういうふうにあるべきかということを今からちゃんと考えておこうと。今のままだとちょっと違うよねっていうのがありますので、その辺を今後考えていきたいというふうに思います。それから一番下に書いてございますけれども、自社株買いについてはですね、今後もですね、機動的に行っていきたいと、自分考えていきたいというふうに考えてございます。ESG 関連はここは読んでいただければというふうに思います。で、最後ですね、次期中期経営計画およびその先へというふうに書いてございます。で、ここはですね、まだまだ具体的に皆様にお話しするような内容ではないということですけれども、どんな形でやってるのというところだけちょっとご案内させていただきますと、この昨年の11月ですね、EPS をとにかく我々の事業の真ん中に据えようということでやってまいりました。ですから、次中期の策定のポイントは、EPS を上げるにはどうするんだということを、すべての活動の基本にしようというふうに今やってございます。で、ここに書いてあるとおりですね、付箋紙にいっぱいいろんなことを書いてですね、こう貼ってですね、じゃあこれやろう、これやるまいかということを今続けているところでございます。で、当然のことながらですね、我々今まで、トップラインを上げるということをずっとやってまいりました。それから、原価率を下げる、それと販管費も下げていくということで、営業利益までというのがどうしても頭の中にあってですね、そこを上げていくという施策を常にやってまいりました。で、当然これでも EPS 上がるんですけども、もう一段その下もあるだろうということを今やってございます。ですから先ほどお話した通りですね、例えばグループ会社との持ち株の比率を変えることで純利益を上げていくということも当然あります。ですから今まではこれは我々の戦略だからということであまり手をつけてないんですけども、ここについてはグループが各社とですね、きちっと話をしながらこの辺も詰めていきたいというふうに考えてございます。それからその原価率の関係もですね、塗装設備なんかもですね、先ほどお話した通り、
塗装設備の売上が上がると原価率が悪くなると、これしょうがないねってやってたんですけど、そうじゃないだろうと、ここを下げることで原価に対する体質も強くなるだろうということも考えてございます。それからグループの再編もですね、これをやることによって販管費を落とす。今どうしてもグループ会社たくさんあるんで、そこのヘッドですね、管理費がどうしてもかかるということもございますので、ここの統廃合も考えていくということがございます。それから税金ですね、ここもあんまりですね、税金について戦略的にどうのというのはやってなかったんですけども、ここもきちっと考えておこうということをやってございます。それと一番下の方に来ると思うんですけども、補助金ですね、これもですね EPS に効くだろうということで、補助金も積極的に取っていこうということを今考えるというような形で、ただ単にトップライン、それから営業利益を上げるんじゃなくて、その下まで考えていこうということで今いろいろ考えていると、いろいろここもアドバイスいただければなというふうに思います。それからこのビジョンですね、次のページ27ページになりますけども、ここの考え方は変わってございません。エアエナジー事業につきましては、今中期でスクロールをどんどん掘り下げていこうと、それからポテンシャルを上げていこうということについては変えてございません。でこれをきちっとアウトプットしていくというのが今中期でございます。でこれと並行してですね、次の中期ガス圧縮ですとかガス回収、ここに入っていこうという準備を並行して進めているという状況です。それからコーティング事業につきましては、用途別の製品開発拡大をさせてございます。でこれにですね、今例えばスプレーガンの霧に対する研究というのをかなり深掘りしている最中でございます。でこれをもってですね、次の中期ではですね、最先端技術のスプレーガンを作っていくということでございます。ですからここのですね、基本的な戦略部分についてはちょっと遅れてるところもありますけれども、着実に進めているという状況でございます。でそれプラス新規事業ですね、新規事業、それから新規市場、新市場ですね、こういったものの開拓についても並行して進めているということで、今の時点ではこの1000億目指そうということについては変えてないということをご説明したいと思います。でこれ最後になります、32ページですけれども、昨年からですね、モビリティ関連、モータースポーツに参戦したというのがございます。でここでスーパー GT というところに参戦したんですけども、かなりですね、いろんな情報をいただいております。で、当然お金を出しているわけですから、きちっとアウトプットしていこうというのが今年度の大きなテーマになってございます。ですからこちらもですね、皆様にどんな形でご報告できるかというところがポイントだというふうに思っています。現状もですね、素材メーカーですとかいろんな商社様といろんなプロジェクトを今並行で進めているという状況ですので、こちらももうしばらくお待ちいただければというふうに思います。それでは私の説明はここで以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。それでは質疑応答に移らせていただきます。まず会場の方のご質問をお受けした後、ウェブ参加の方のご質問をお受けしたいと思います。ウェブ参加の方につきましては、音声での質問のほか、テキストでの質問も随時受け付けております。 Q&A マークをクリックいただき、質問をご入力の上送信してください。なお今回の決算説明会につきましては、質疑応答も含めて書き起こしを行い、国内外の投資家に配信をする予定でございます。ご質問に際しましては、匿名をご希望の方はご所属お名前なしでご質問いただければと思います。それでは会場の方の質疑応答に移ります。係の者がマイクをお持ちいたしますので、ご質問のある方はお手を挙げてお知らせください。また会場でご参加の方は、このお時間を利用してアンケートへのご協力もお願いいたします。それではご質問いかがでしょうか。はい、では前から3番目の方、お願いいたします。水戸証券の渡辺です。じゃあ、大きくっていうか、今期の、スライドで言うと15ページの、その、
今期のその、売上と利益と、まあ、そうですね、営業利益、当期利益のちょっと考え方の確認なんですけど、で、売上、まあ、AIG コーティングでこう伸ばすっていうところで、まあ、先ほど外部環境も述べていただいたんですけど、例えば AI エナジーだと、まあ、なんていうんですかね、まあ、国内も、ここで海外が拡大って書いてあるんですけど、国内も、順調にいけそうなとかっていうことと、あと価格転嫁がしっかりできるのかっていうことの確認と、で、コーティングは先ほど欧州が好調なんで、で、まあ、米州でっていう形で言えば、そんなにリスクがないのかっていうことと、あと中国が上げてるんですけど、去年中国悪い中でも輸出で結構引っ張ってるんで、なんですかね、まあ、若干こう回復気味にはなってるっていう、マクロ的なあれなんですけど、ここもそんなに心配ないとかっていう、まずちょっと売り上げの確認したのが1点目なんですけど。いつも私が答えちゃうんですけど、せっかく事業部長いるから、事業部長の声聞きたいっていうのが今回ありましたんで、今日2人来てますから、2人から。じゃあ最初、大沢さんの方からはい、じゃあすみません、私の方からコーティング事業の件に関してですが、これコーティングの中国も先ほどの質問の中に欧米はまあ引き続きいけそうだと、いけそうに見えるというのと、中国は実際どうなのかなという捉え方でよろしかったですかね。おっしゃる通りで、先ほど深瀬の方からもありましたが、まあ、仕掛けが今回非常にはまりまして、王から始まり、欧州から始まり、今米州ちょうど中盤ですかね、中盤戦に入っていて、でここから今年ですね、まあアジア日本のお客様から、まあ、いつ出るんだというプレッシャーもずっとかかってたんですけど、まあ、どうにか2020この4年中にはですね、発売することが今できそうな準備ができましたので、まあ、ここの供給をしっかり切らさないようにさえすれば、コーティングの方は問題ないかなと思ってます。で、中国についてはやっぱり内需が弱いということがございますが、やはりコーティング自身は、まあ、景気がどうのこうの、まあ、塗るものは塗っていただいているということがあるんで、ここはしっかりシェアを維持すると、ボリュームは下がっても、まあ、シェアをちょっと上げていくという活動にシフトしていければなというふうにコーティングの方は思っています。じゃあ続いて圧縮機の関係、岩田さんお願いします。3月までですね、エアエナジーを担当しておりました岩田と申します。4月からはですね、経営管理本部に移動してやっておりますので、何かの質問があればそちらもご回答させていただきます。エアエナジー事業における今年度の見通しという意味でいきますと、まずアメリカは継続していい状況が続いているという認識をしております。で、中国に、分類されている SCR の売り上げですね、こちらに関しては、中国国内の売り上げはやっぱりちょっと厳しいという見方をしてますけれども、欧州向けの輸出、こちらが依然好調ですので、これは維持していくだろうというふうに見ています。あと、インドですね。インドにつきましては、成長率が大体今まで2桁台、20%とかいうところがありまして、こちらのところも維持できるかなと。で、特に先ほど深瀬が話をしていたように、中型圧縮機の増産をするための建てを建ててますので、これは来年度の貢献になってしまうかもしれませんけれども、こちらも引き続き成長投資ということで継続しております。以上となります。国内はどうですかね。国内はですね、値上げはしてます。今までずっとできてなかったんですけれども、値上げを2年連続やっております。なので、台数ベースという見方をすると、あまり伸びてない。ただ、シェアは維持、むしろシェア上げている状況ですので、まあ、そういった意味でいくと、維持している。まあ、金額的に、売上金額的には上がってる若干、そういう状況になっております。わかりました。ありがとうございました。はい。
次が、ちょっと営業利益の考え方で、まあ、一般的に言うと、その AI エナジーの構成比が、あれ、上がる、あ、違う、あ、ごめんなさい、コーティングの構成比が上がると、利益率って改善すると思うんですが、で、多分あんまり改善しないっていう営業利益率の小前提になってると思うんですけど、ここはどう考えればいいんですかね。そのやっぱり先ほど言った販管費の関係とかがこうあるんで、まあ、そこでこうどうしても相殺されちゃうっていう、そういう理解でよろしいですか。そうですね。コーティングについては、これもちょっと商品ミックス、先ほど深瀬の方も設備が若干比率が増えると、全体として、まあ、若干ですけど落ちるって傾向が、これ今年がその傾向、去年前期は、設備非常に悪かったんで、機器の比率が多分かつてないぐらい高かったんですね。だから非常に率良かったんですけど、今年はまあそこまで落ち込まないだろうという見通しで、若干トップラインの伸びはあるんですけど、まあ、若干営業利益下げ方向に動いていると。ただ一方で、その中の設備の中の商品ミックス変えて、こう先ほど言った環境装置っていうのが、これまあ率が比較的いいんで、まあ、その部分を、少し改善しようという立て付けになってます。ARGG とコーティングではミックスは改善するんですけど、ARGG の部分で、あ、ごめんなさい、コーティングの部分で、ミックスが悪化するんでっていう影響ってことですね。まあ、設備がの伸びる、いい方向なんですけど、伸びると原価率がちょっと悪くなる。ただ、今、大沢言った通りですね、さっきちょっとお話した環境装置っていうのが、設備の一つの商品群なんですね。で、この環境装置だけは非常にいいんですよ、原価率が。だからここを伸ばしていくっていうのが、一つの原価率改善のポイントになりますんで、これが海外で伸びてくると、まあ、全体として良くなるはずだというふうに考えています。あ、わかりました。で、最後が、当期純利益でプラス0.4で、で、経営値でマイナス2.3なんで、で、まあ、御社 EPS 上げたいっていうんで、プラスにしてるような気もしないでもないんですけど、まあ、要は、まあ、一般的に言えば経営値が下がって、それで、まあ、インドと中国が頑張れば、そりゃ、当期利益が逆に言うとマイナス、さっき言った景気を切ってくるんですけど、ここは意思としてやっぱりプラスにしたいっていう、そういう理解ってことそうですいうかね。こと、まあ、もちろん変な数字を出してるわけじゃなくてですね、こここうなるとこういうというのはやってますけども、もうギリギリとにかく純利益だけはもう上げるということをやってますんで、でそのためにはどうするということにしたいというふうに考えてございます。あ、あれ以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。他に会場の方でご質問いかがでしょうか。お手を挙げてお知らせください。はい、では窓側の方のマイクをお持ちいたします。お願いいたします。すみません、ずっとお話の中で販管費が増えているというお話で、特に海外の人件費が伸びて増えているというお話があったんですけれども、この中身なんですけれども、人数が増えているのか、それともそのハイスキルな人たちを増やしているのか、それとも単にそのインフレで全体に金額が増えているのか、ということが一つ。それとですね、この傾向がこれから先も続くと見てらっしゃるのかどうか。で、もし続くとすれば、今期に関してはそのコーティングの売り上げが増えるので、営業利益率を改善、さらに向上するというふうに見てらっしゃるんですけれども、おそらく来期は今設備投資増やしてらっしゃるエアエナジーの方が売り上げが増えるのではないかと。特に中型のところが増えてくるとすると、営業利益率で見ると来期どうなるのかなと少し思ったんですけれども、そのあたり教えてください。いいですか、補足してください。まあ、人員の関係ですけども、実は、まあ、人も増えてます。で、これは当然生産も増えてますし、営業活動も増えてるということから、人員は増えてるんですけども、そこの人員数の伸びよりも、いわゆる給料が上がってると、1人当たりの給料がですね、という方が大きいという認識をしてます。で、それ加えてですね、為替が乗っかってきちゃってますんで、実質の賃金上昇プラス円建てで上がっているという理解を私はしています。で、非常にですね、まあ、例えばヨーロッパの
普通のって変ですね、ワーカーの方の、費用もですね、相当上がってきてます。で、実際その海外だと、まあ、個別にこう給与の調整なんかするんですけども、もう、上げてくれなきゃやめちゃうよというような状況ですね。で、他のところがまた上げているという状況なので、まあ、ここは上げざるを得ないというのが実態です。で、実質日本なんかもですね、大体今 5.5% ぐらい上げてます。賃上げ 5% ぐらいしてるんですけども、それよりもはるかに高い状態で海外は今推移してきているという状況ですね。で、日本はまあ特にあれですね、IT 人材を含めた形で、まあ、なるべく取ろうというふうにしてますんで、まあ、日本も増えていくだろうと、これから増えていくだろうというふうに考えてます。で、ご指摘の通りですね、今後どうなんだというところですけども、かなり上がってくるだろうと。ですから、まあ本当は 30% 以内の販管比率を目指すんですけども、だいぶここが上がってくるだろうというふうに考えてますけども、基本的な例えば製造の考え方もですね、完全自動化とかは考えてません。あくまでも人をうまく活用しながら自動化ですとか IT で、労働生産性を上げるという方針にしてます。ですから、ずっとこう右肩上がりに上がっていくんじゃなくてですね、設備投資、それから IT 投資で労働生産性を上げて、一人当たりの、まあ、仕事量を増やしていくという形で、まあ、抑制を図っていくという方針で今はやっております。ですから、まあ、上がった分はちゃんとトップラインを上げて稼いでいくということは考え方としては変わってないですね。ですから、まあ結果的にエアエナジーの方もそうはならないね。あと、先ほどちょっとご質問にありましたエアエナジーの中型出機を伸ばしていくと利益率どうなるんだというお話ですけれども、小型圧縮機と、中型圧縮機の、まあ、価格の、市場価格の厳しさというんですかね、という意味でいくと、中型圧縮機も非常にイニシャルコストが厳しいんですね。その代わりサービスで儲けるというようなビジネスモデルなので、最初投入していった時の利益率は若干落ちるかもしれませんけれども、当然その後のサービスで儲けようという考え方をしてますので、中長期的には上がっていく、利益率もちゃんと維持向上していくということで考えています。そう、まあ、あとは中型だとかちょっと大きくなってくると、海外の方が価格競争はちょっと緩くなってきますので、日本がやっぱりガチガチなんですね。ですから、海外の先ほどお話した通り、インドで増やしていくだとかヨーロッパで増やしていくっていうのは、原価が悪い方向にはならない、原価率としてはですね。ですから、まあいい方向にはいくだろうというふうに思います。もう一つ伺いたいんですけれども、今期が現在の中計の最終年ということで、まあ、今後のその売上700億、1000億に向けての準備期間という捉え方ということであったので、今期そのと、そういう意味付けではですね、ぜひそのやっておきたいことといいますか、今期中にこれは準備として固めたいというものがあったら教えてください。まあ、先ほどちょっとお話ししたんですけども、まあ、これいろいろ役員もいろいろ考えあると思うんですけども、私がとにかくやりたかったのはですね、開発投資、開発のインフラをどう作るかということが一番だったんですね。これは来年がどうのとかじゃなくて、いい商品を開発していい商品を出していくというのがもうアネステアとの継続性、これ以外ないだろうというふうに考えてまして、先ほどちょっとお話した通り、横浜に、研究開発用の試作センターを今作ってます。で、これをですね、なんとかもうまず稼働を始めたいというところです。で、これがうまくいけばですね、開発のリードタイムが大幅に短くなります。ですから、開発のサイクルが短くなり、ご提案のタイミングが早くなるということになりますので、これをやっていけばですね、700億、1000億になるベースが必ずできる。で、当然、700億、1000億の時には M&A が当然入ってきますけども、今のオーガニックの部分をそれなりに上げていくためには、この開発インフラは欠かせないというふうに思ってまして、ここはもうとにかくやりたいということと、さっきあったインドの工場ですね。これはもうとにかく今年度中に立ち上げたいなと。で、これができれば海外における SCR 社の技術を使った海外展開が、まあ、ヨーロッパ含めたですね、海外展開ができると思いますので、この2つはとにかく
少なくとも始めるというところ、始めるというのは稼働し始めるというところはしたいというふうに思っています。ありがとうございました。以上をもちまして、アネスト岩田株式会社2024年3月期決算説明会を終了させていただきます。